皆さんこんにちは、ゆうです。今回はワールドトリガーコラボ上級局 B級ランク戦ラウンド8 VS 二宮太鼓各地演出が出現する編成での攻略について解説していきます。サイドエフェクトはないと難しいです。初手は右下の矢子の間に仲間に触れつつ挟まります。2手目は敵全員のゲージ攻撃のゲージを切るように動きます。ステージ1は3手目でダメオが貼られるので3手目のキャラがダメオ持ちだと動きやすいです。3手目はひよこにならないように動きます。4手目で二宮さんの右ゲージを切れるように動きます。切れなくても4万ぐらいなので耐えれますが、できれば切りたいです。地雷回収はオサム&チカでしかできないので注意してください。地雷は一発光属性で2万5千ダメージぐらいです。オサム&チカはダメを持っていないので注意してください。ヒュースはひよこにならないように動いてください。ここで SS を貯めてもいいですが、今回は貯めません。抜けるまでカット。ステージ2はこいつの白爆発にだけ注意しながら、できれば攻撃ゲージを切りつつ削ります。今オサム&チカのゲージを決めていないのは指を離してしまっただけです。攻略の際は決めてください。抜けるまでカット。ステージ3は毎回二宮さんの攻撃ゲージを切ることを意識してください。左の上下にいるヤコは縦で動いて削ると倒しやすいです。いい感じになるまでカット。次のステージは魔法瓶が1つしかないので、ヒュースはひよこ状態の方がいいです。抜けるときに全員の SS が使えるようになっているのが理想です。残念だが、到底うちの脅威にはならないな。ボス1の初手は真ん中の矢子の間に仲間に触れつつ挟まります。2手目以降は二宮さんの攻撃ゲージを切りつつボス矢子どちらも削っていきます。地味になるのでカット。辻、了解。犬飼、了解。ボスには仲間に触れてから弱点がある間に挟まるとすぐ削れるのですが、必ずできるわけではないので今回は普通に削っていきます。仲間に触れてから動いていれば自然と削れます。地味になるのでカット。了解。了解。了解。ラスゲは今まで貯めていた SS を使っていきます。乙骨以外の SS は今までに使ってしまっていてもいいです。どうして乙骨はダメなのかというと、火力が高いからです。SS1 本で、ゲージ1本丸々持っていきます。なんなら乙骨以外は、ラスゲ以外で使った方がいいかもしれません。ですが、今回はみんな残っているので、使っていきます。火力を参考にしてください。オサム&チカはこのくらいです。俺が二人目のエースになってやる。エスクード。ヒュースはこのくらいです。
今回落っこちはファーストキラーが乗っていないので乗せればこの火力の 1.5 倍出ます。最後までやります。引き上げだ。撤退しろ。了解。ここで試合終了。 B 級ランク戦ラウンド8上位ヨルノブは玉駒第2の勝利です。ご視聴ありがとうございました。